アレクシオス二世、コムネノス、1169年9月10日から1183年10月は、東ローマ帝国、コムネノス王朝の第四代皇帝。同王朝第三代皇帝マヌエル一世、コムネノスと二番目の皇后、マリアの子。長く、巫女に恵まれなかった父マヌエルにとってアレクシオスは、待望の男子であった。ギリシア人の伝統によれば、 本来なら、長男には祖父である、ヨハネス二世の名を取って、ヨハネスとされるはずだったが、先生術に凝っていた、マネル一世の、アレクシオス一世の定義は、誰が継ぐのか、という問いに、の順で継ぐという託戦が出たため、の次のを取って、アレクシオスと付けたと言われている。父マヌエルは、大神聖ローマ帝国同盟を狙って、フランスを累七世の娘、アンナを、 アレクシオスの記載とした。1180年、父が死去したために後を継いで即位することとなったが、12歳という幼年であったため、政務は、聖母のマリアが摂政となって取り仕切ることとなった。ところが、マリアは、暴夫マヌエル一世の親ら天政策を継承したが、この政策に対して、不満を持つ国民層の支持を得た、アンドロニコス一世コムネノスによって、 反乱を起こされ、1182年に殺されてしまった。こうして、帝国の実力者となったアンドロニコス1世は、翌1183年にはアレクシオス2世との共同皇帝にまで即位して、完全に帝国の実権を掌握してしまった。こうして、アンドロニコス1世にとって邪魔者となったアレクシオス2世は、共同統治が始まってからわずか2ヶ月後に殺害された。 このことから、卓戦の最後のは、実は、アレクシオスではなく、アンドロニコスであったのだと言われた。ありがとうございます。